織姫、いいな私で。吉海さんありがとう、ハート。長崎県民さんありがとう、おせなちゃんありがとう。会いたいよくやん、ありがとう。エミーエミーさんありがとうございます。なんでバレてるんですか、ゆなちゃんのほっぺをツンツンしたっていい。クックさんありがとう、ゴーパブリックさんありがとうございます。七夕は愛理ちゃんの日照れる。ゴーパブリックさんありがとう、なにこれ。いつきちゃんありがとう。お、七条公園当たった、修行医。トラッキーさん会いたい、ありがとう。ねたろうさん、くまありがとうございます、ありがとう。あ、ひろあきさんありがとうございます。おパプリックさんありがとう、会いたい、明日会えるよ。ナッカーさんありがとうございます。はるかちゃんありがとう。原田さんありがとうございます。くま、ちょっと暑いからね、つけた、あれクーラークーラー。おいおいおい、忘れん坊さんだよって18期ちゃんに教えないでくださいよ。ドンさんありがとう、会いたい。マサさんありがとう。ゴーさんありがとうございます。今日メイク違う、ほんとあまり変えてない。マツパは誕生日、生誕前にしたか2週間くらい前のまつげ、これです。結構長いよね、長くなったの。美容液頑張って塗って伸ばした。僕もクーラーつけます。つけてください、もう夏だよ、もういいよつけても。あ、お誕生日おめでとう。マークありがとうございます。ユリシャありがとう、かわいい。やっと今日撮影があったからメイクしてた。雄大さんハートありがとう、いっぱいありがとう。今日も暑かったわね、暑かったわよ本当に。マヨが映っちゃったじゃない。平場さんありがとう、ハートありがとう。ロッテ3連勝やばすぎ。お手紙の返事、あー、ありがとう、こちらこそありがとう。ちょ、あれしか思いつかなくて、もっと語彙力つけたいと思いました。美容液塗った方がいいよ絶対、夜と朝塗った方がいいと思う。まつげ大事。ジローリーニョさんありがとうございます。コウさんありがとう、会いたい。アイリーはいよー、千葉県大会始まる明日から、お話かやけど。そこを見ちゃうんだから。そうね、でもお仕事中っていうかお話し会中は見れないから、携帯が。ラジオでも買うか、もう。こちらこそありがとう、みんなにこれくらいしかお返しできなくて。あ、早いわね、 ANN の YouTube 見たの早いわよ。欲しいまであと1ヶ月ってことは？そうそうそう、コンサート皆さん当たったかな。もう一緒に甲子園見ようね、本当に連れてってくれるわけ。私は本当に行きたいんですよ。インタビューの写真のポーズ、なんかあのインタビューしてる時になんかこういうポーズをしてたら、なんかそれがめっちゃ良かったって言われて、
これやってくださいって言われた。よしのり鈴木さんありがとうございます。もう智弁和歌山、おいジャパン4番期待ですね。これはこんばんはに七夕の願いに愛ちゃんとの結婚、皆さん七夕にお願いしたら叶うから。あ、でも愛ちゃんは直接じゃないと受け入れてないです。ホームランホームラン、買えた、ありがとう、みんな買ってくれて。なんか本当は兵庫県とかだ、兵庫県だっけは最初に販売してて、でもいつ告知しようって悩んで、あのいっぱいいろんなとこで発行される日にしようと思って今日にしました。はい、あっちゃあつしさんありがとうございます。きゅうちゃんありがとう。やっぱ選抜かな、今年の千葉はどこなんだろう。きゅうちゃんありがとうございます。ANA YouTube 見ました。お、ありがとう。地方の空港で働いてます。すごい。ケイセティさんありがとうございます。アイちゃん、あ、そうそうそう、あ、生誕祭の、あ、そうですそうです、生誕祭の日来てくださってましたね、見に来てくださってました、朝日新聞さんの方、ありがとうございます。ふみふみちゃんありがとう。あのね、インスタで募集じゃないけどさ、あの質問したね、七夕のね お願いがすごく面白かった。シューミーさんありがとうございます。ハート、あ、誕生日おめでとうございます。七夕ラッキー、ラッキーパース、ラッキーパーソンじゃないけどラッキーな人ですね。7日ってだってで、セブンセブン、いい年にしよう、おめでとう。明日も言うわ。え、真面目に答えてくれてる方もたくさんいらっしゃいました、ありがたい。もうみんな自分のことをお願いしな。うん、でも私もみんなのお願いしてるから。ゴーパブリックさんありがとう。マスさん、ラスカルさんありがとうございます。真面目に答えました。探してみよう。めっちゃおもろかった、単位取れますようにって、それは切実、めっちゃみんな切実なお願いをしてる七夕に。ねたろうさんありがとうございます。京都正宏さん、だるまありがとう。そっか、私の幸せ、そっか、みんなの幸せになるのか。じゃあ幸せになります、幸せに生きます毎日。リーシャンありがとう。ジュンヤさんありがとうございます。あや、会いたい、明日会える、会える、それはさすがに切実すぎ。あとなんだっけ、石油王になりますように、頑張れ、ファイトって感じ。慎太郎さんありがとう。萌えさんありがとうございます。私も短冊ないけどこれに書こうかなと思ってホワイトボードは用意した。そうなんです、 ANA の YouTube は
ベレー帽の代わりにハーフアップだったから大きめのリボンをしてて、なんでかっていうとこれヘルメットをかぶるから。そうでもめっちゃ可愛くて写真いっぱい撮ったから、メールとかいろいろもろもろあげます。与田智さんありがとう。石油王はもう頑張っていただいていいですか。石油王ってどうやってなるんだろうね。アイリタンとたくさん会えますように。アブマリも会いたい、明日会える。カッツンさんありがとうございます。ハーフアップやったー。確かにハーフアップで巻きっていうのあんまりやったことがないから、そうちょっといっぱい撮った。石ひたすら掘る。あ、福岡でももうちょっとじゃない。ん、ファミだよね。タイミだね。めっちゃ賢くなりますように。ちょっと頭撫でたいけど、わうちがきっと頭良くなるわ。あ、もうみんなお願いしてる、これ17既婚いい席でありますように。切実、こちらも切実でした。毎日いくら食べたい、私も食べたい。石油王と結婚したい人おる。あ、大阪本当にもうちょっとだよ。逆にっていうか大阪めっちゃ近いよ。大阪順番は大阪福岡東京、楽しみ。もう来週大阪ファミ楽しみ、大阪も福岡も楽しみ、東京も楽しみ。でもちょっと東京はまだまだ先かな。そうなんです。でもファンミごとに衣装がきっと変わるはずです。楽しみにしてて、どこが何なのか、ね、私も知らないけど楽しみ。前回の北海道はピンクでした。平場さん会いたい、ありがとう。いつ会えるかな。ラスカルさんありがとう。なんていうのこれ、短冊ありがとう。こう柴田さんまたありがとうございます。イエローダックさんありがとう。そうなの、大阪の前日は音楽の日が発表されたと思うんですけど、そうなんです、音楽の日。大阪で美味しいもの食べたい。でもあれだよね、歌コンの時はたこ焼きしか食べれんかったから、うーん、あと何が美味しい、大阪のおすすめ教えて。おっしゅめ、そう大阪えりちゃんと一緒、あー嬉しい。じゅんやさんハートありがとうございます。慎太郎さんありがとう。はやほさんありがとうございます。そうそうさんありがとう。単独堂島ロール、ほう、あ、551ココイチ、え、違う551って読むのこれ、食べれるかな。串カツ塩味のたこ焼きって美味しいん、それ美味しいん、食べたい。こうさんありがとう。お好み焼き551っていうの
かさそうだよね、ココイチカレーだよねなんか聞いたことあるなって思った。正規公演、あ、そうですね、前座がいつもあるわけじゃない。うん、確かにたまにある。あのみんながさ新幹線でよく午後一のあれ持ってるよね、袋。豚まん？豚まん？はあ。ジウィンさん、ありがとうございます。お土産。豚まん。あら、そう。塩たこ焼き美味しいのか、食べたい。豚まんめっちゃう、え、肉まんとは言わずに豚まんと言います。何が違うのか分かんないどういうこと。豚、うん、あや、ありがとう。たくまさん、会いたい、ありがとう。いつ会える？これ会いたいはさ、あの七夕限定なのかな。めっちゃいい、よくない？これずっとあればいいのに。ほえおお、肉まんは肉が入ってて、豚まんは豚が入って、どっちもお肉じゃないですかね。トンくん、ありがとう。ハートありがとう。ね、直太郎さん、ありがとう。短冊、ジュニアさん、ありがとうございます。雄大さん、会いたい、ありがとう。明日会える。あ、肉肉についてわからなすぎる。お肉好きなんだけどね。ひろとさん、会いたい、ありがとう。明日、みんな明日会えるのかな。蓬莱のエビシューマイ、午後一、これは違うやつ。ん蓬莱っていうお店か。食べたい。あ、関西でも、関西はみんなそうなん？京都とか奈良とかも。あー、明日の話し会の服装はなんか日曜日はちょっと綺麗め可愛い系なので、土曜日はちょっとかっこよめでいこうかなっていう悩みと、どうしよう、うん、いつもの感じでいこうかなまだ悩んでる。あー、土日会える。あ、551の蓬莱。うーん口開いてる。トラッキーさん、ありがとうございます。あー、舌は線に会えなくて泣いてます、ごめん。あのさ、届くと思ってさ頼んでたら、あの到着日時が全然違かった悲しい。もうさ、気づいた瞬間にはもう遅かったのよね。悲しい。あや、ありがとう。ハート、ありがとう。トラッキーさん、ありがとうございます。
うん、セーターティー黒と赤はこれからです。まだ着てない。黒はさ、先輩とかのレッスンとかでも着れるかなって思ったんだけど、赤はちょっと目立っちゃうかな全然私はいいんだけどさ、なんかおー、ワイちゃん今日赤いねみたいなどうしよう、なんか気合い入れたい日に着ていこうかな。情熱の赤、やっぱプリキュアも赤のキャラクターは大体情熱を持ってるので。ジロリニョさんありがとう。明日は一部からだよ。お早いね、ごめんね、なんか朝早くてごめん。頑張ってみんなのためにメイクするから許していや一部あの私のせいじゃないんだけど、一部ってめっちゃ朝早いんだよね。頑張る。トンくんありがとう。はくま、え、名前取っていいの？取っちゃうよ、取っちゃう取っちゃう。リリちゃんありがとう。ちょっと待って、名前大丈夫そう？パトカー事故していたさん、会いたい、ありがとう。気をつけてどういうこと？寿司おさんありがとう。ハート。 T シャツはね、生誕祭のよ、もらいただいた。かわいいでしょ。白と黄色は2回ずつ着たちょっと早く赤を着たいんですけど17期だけのレッスンの時にまず最初着てみてちょっと黄色の時にめっちゃ目立ってて、ホテちゃんに「愛ちゃん今日めっちゃ目立ってんな」って言われて、光り輝いてるでしょって言っといたT シャツのおかげで光り輝きました、レッスンで。直太朗さんありがとうございます。目立ってなんぼいじゃね。確かに。パトカーさんありがとう。ジュンヤさんありがとう。そう、一部大変よね。私もさあ早く起きなきゃだからあれなんだけど、みんなも大変だよね。ごめんね、朝早くで短絡関連の時に赤任せてください。確かに現地よりはいいよね。現地一部きつくない？結構よね。みんなだって大変じゃん。え？横浜一部きつそう。確かに。でも横浜はチャイナと浴衣だから頑張るね。ちょっと聞いてほしいねん。早くチャイナめっちゃ可愛いの見つけたから本当に期待してて。本当にいっそユーバーバって言わないで。ハイドさんありがとう。ヒッピーさん会いたい、ありがとう。明日？いつ？会える？会えるのはいつ？京平さん会いたい、ありがとう。明日テテラパードさん会いたい、ありがとう。あ、やばい、ちょっと米欄じゃない、コメントがあれかもね。ちょっと読んでたから遅いかも。ラグありすぎ。大丈夫そう？
ラスカルさんありがとう。ハルシャン会いたい。明日会えるね。あ、ショールームも呼び捨てでお願い。任せろりー。なんかさ、ホテちゃん、ホテちゃんじゃ、エリちゃんがさ、なんか語尾につけるからめっちゃ真似しちゃう。テラパードさんありがとう。ハルシャンありがとう。あ、シーズンさんありがとう。タワー、何ありがとう。かわいい。これも七夕限定。ちょっと天の川見れなかっただけど、みんなどう？シーズンさんありがとう。会いたい、会いたいね。ありがとう。ハルシャンだるまありがとうございます。チャイナはもう頼みます。マクフライさんありがとう。ジュニアさんありがとうございます。ん、ハイドさんありがとう。キュッちゃん、ジュニアさんありがとうございます。犬派ですって何やねん。ちょ5分後のね、話題をね。なるほど、新しいショールームの楽しみ方やな。ちょっと次も予想しといて。猫派です。どういうことやねん。見れてないけど私がおりひみんな今日絶好調に面白いな。おお、ほくろ21さんありがとうございます。短冊キュッちゃんありがとう。せいごさん会いたい、ありがとう。したかな。てるてろうさんありがとう。おし、おせなちゃんありがとう。ハート、豪華フルーツゼリーは違います。18きちゃんです、おめでとう。ね、私たちもやったなってすごい懐かしくてさ、なんかドボンがさの運営さんが18期のカードめっちゃみんなくれて嬉しかった。感謝した。ちょガチャやりたいんだよね。じゃドボンやらないと、やりたいんだけどね。みゆちゃんありがとう。会いたい、ありがとう。野球は子供の頃やってました。明日からは甲子園のあれです、予選。えらいさん会いたい、ありがとう。めっちゃウケてますね、自分に。自分にじゃない、コメントに。確かに。あやー、お誕生日おめでとう。確かに織姫誕生日。あ、りーちゃんありがとう。花ありがとう。お話し会楽しかったなはまだないよ。いやでも絶対楽しい、楽しいはず。楽しみ。おもろ。マサさん会いたい、ありがとう。明日かな、明後日かな。あや結婚して。じゃあ直接プロポーズ待ってます。みゆちゃんありがとう。音符書いてみた。やばいって、明日の感想早いって。トラッキーさんありがとう。
あった。ワンコが吠えてる、確かに。大丈夫かー。ハリニンちゃん、会いたい。ありがとう。明日、一部。素晴らしい日にします。誕生日でしょ？新聞、朝のツイート。あと一番初めに買いに行った地震がある。めっちゃ早かった。見てたよ。見てたっていうか、あのリプで見た。めっちゃ早かったな、そういえば。雄大さん結婚してありがとう。待ってます。言ってくれるの待ってます。ジュンヤさん、だるまありがとうございます。明日のワンショットどうする？あれとかいいんじゃない？七夕近かったし、お願いポーズとか、リンゴとか入らないか。オンライン意外と狭いんよな。ラッキーさん、たくさんありがとう。だるま、ジュンヤさん、ありがとうございます。ネタロウさん、ありがとう。あー、イエイ。ミラーボールに慣れてない人みたい。あー、さっ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 さのポーズ。七七顔はね、あれだよ、なるさんにたくさん教えてもらったんだから、もうちょっとこうじゃない？おせなちゃん、会いたい。ありがとう、嬉しい。いつ会えるかな。織姫ポーズってなんやねん。京都正弘さん、ありがとうございます。お花シーズンさん、会いたい。ありがとう、嬉しい。大輔さん、ありがとうございます。身長165センチ。5センチ分けてください。よくやん、結婚してありがとう。もう指輪のプロポーズのチェキ取ったもんな。現地で誰よりも結婚してって。確かにな、確かに言ってる。ありがとう。いやー、かわいい。ゆなちゃんが配信で愛ちゃんとのエピソードを嬉しそうに話してた。かわいい。拍手喝采すぎ。かわいい。キスミル？キスミルはね、あの小説みたいな感じだから、ちゃなんだろうな、あんまり私も理解できてないんだけど、でもとりあえずたくさん衣装を着て問いました。あのね、チア部っていう設定だから、私的にはすごい親近感があったから、衣装も楽しみに。出てください。なんかメイクもしてもらって、ちょっといつもの自分じゃない感じがしたんだけど、ゆきのちゃんの感じが出てたからいいのかなって。千葉さん、ありがとうございます。あ、もう11時なんだ。ゴーパブリックさん、ありがとう。マイプさん、会いたい。ありがとう。明日、明日。152センチ。私今なう。主役はゆきちゃん。そう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 、部長のね。私は副部長じゃない、副会長。やばない？ちょ、自分に似すぎてさ。でも性格全然似てない。性格はあのゆきちゃん役の方がめっちゃ似てると思う、多分。今のところそんな感じ。
めっちゃおさお嬢様役だから、なんていうの、口調もそういう感じ。ひがちゃんありがとう。短冊、そう、あいちゃんのゆきちゃんです。あいちゃんはゆきのちゃんです。みずみん強そうだったよね。わかる。めっちゃ強そうだった。でもなんかみずみんめっちゃあのなんていうの、ちょっとギャルちゃんメイクめっちゃ似合ってて大好きだ、大好き、いつも大好きだけどめっちゃ好き美女だった本当に。でかホテちゃんやばい、頭抱えた。ホテちゃん可愛すぎて頭抱えたし、エリちゃんのハーフツインもうやばい。ゆきちゃんもこんなポーズしちゃって、いつもいつもあの子は美女がいい。でのんちゃんのあの見たことないあの部屋めっちゃ良かった。喧嘩強そうのんちゃん。コッコ、コッコめっちゃコッコじゃなかった？いい意味で変わらないあの可愛さ、一生変わらないでいてって感じ。雄大さんありがとう。マリモありがとう。これピンクと水色があるんだね。ハイドさん星ありがとうございます。平間さんありがとう。もうホテちゃんやばい本当に。関根さんありがとうございます。みんな美人いいよね。そうなの、なんかお嬢様役あんまり慣れないなって思ってたの。でもやったことあったわ、ホテイさんみたいな、ずっと叫んでた、ずっと怒ってたわと思って、あのイーケンでやったエリコバーグ監督の映画なんですけど、私犯人役で、そう佐藤夫人の人格出てきた。ジュンヤンさんありがとう。佐藤夫人のそう布袋さん、あれ出演履歴入れていいんかな。でまあリコバーゲ監督巨匠なんで。サナッチありがとう。イーケンタイムズもね、なんか私なんかエリちゃんの中で多分私が怒ったところを見たことないみたいな感じでやってくれたみたい。そう。ああ、あやあやありがとう。7月7日、サイン当たんなかったって言うからお誕生日ここで書くね、スクショして今すぐに。おめでとう。ありがたわ。ありがたわ、あや。どうやった？白壁一生大好き。あ、もう本当にさ、多分。私あんまりイライラはするのかな、忘れちゃうんだよねいつも。イライラしてたこと忘れちゃう。エリコバーグ監督ってノルウェー出身なんすか。初知りですよ。ワイプさんありがとうございます。何これ、ボール、あ、ビーチボール、夏やからな。うん、なんすね、そうなんすね。サンタさんに近い、どういうこと。本当にどういうこと、サンタさんに近い。ん、
エリコバーグ監督がそういうこと。おもろ。ノースメイヤーはそれはアイナナや。ね、てかアニメさ呪術やばかったんだけど、呪術廻戦昨日リアタイしたんですよ。漫画派だからそうあんまりアニメ見ないんだけど、あのまま終わればいいのに、あの平和のまま。はあ、カンスさんありがとうございます。確かに握手会復活希望、お願いしとこう、叶うきっと。確かに泳いできてるって言ってた。そうだ、泳いでる、基本泳いでる。さ、最近エリちゃんうちのことめっちゃ好きですよね。かわいい。照れちゃう。エリちゃんは私と結婚してくれるらしいよ。キュウちゃんかわいい、ありがとう。ジュヤさんありがとうございます。ネットフリそう。トラッキーさんありがとうございます。ソララはもう結婚してる。エリちゃんマジでもう本当に、この間ね、あのエリちゃんがフェスの練習をしてて、そう私が違う方であのレッスン場のとこに いたんですけど、したら私のこと見つけて、えっアイちゃんやんとか言ってめっちゃ抱きつきに来てくれたんだよ。あのね、みんなこの重大さを分かってほしいの。私が最初の方は全あのもう私から行く方が多かったのね。でもみんなが、ね、来てくれるようになってもう感動だよ。私最高、もう大好き。シーズンさん会いたい、ありがとう、ありがとう。エリちゃんも私の分かる妹って感じ。エリちゃん前髪切った？ちょっと前に切ったよ。マッシュルめっちゃおもろい、分かる。え、本当に？おもろいですよ。笑いたい人におすすめで、今日はボッチザロックを見て、で最近ハマってるのがあのリコリスリコイル、最高です。めっちゃ可愛い。ボッチザロックもめっちゃ可愛い、笑える。ボッチザロックはで、リコリスは面白いし、ちょっと戦う系です。そう、わかる。エリちゃんとホテちゃんなんか育てた記憶あるんだよね。佐藤一人佐藤はね多分二人、佐藤二人の方だと思う。妹ちゃんにそっくり私。ボッチザロックは今のところひとりちゃんも好きなんだけど、めっちゃにじかちゃん好き私。え、でもみんな好きなんだけど、誰かって言われるとにじかちゃんとひとりちゃん、あ、二人になっちゃった。あ、そうね、アニメ見たことない人にはボッチザロック、結構ボッチザロックとマッシュルとかとても面白いし、平和系だね。いいよ。いい子に育てましたね。やばい、本当にいい子に育ちました。エリちゃんとホテちゃん
のんちゃんも育てた記憶ある。でものんちゃんはまさちゃんと2人で育てた。まさちゃんのお姉ちゃん体勢めっちゃ良くない？体質、お姉ちゃん体質じゃない？めっちゃ大好きなんだけど。え、あのまさちゃんのさビジュアルのやつもさ、めっちゃ普段ポニーテールしてるじゃん。最近壁車の髪型変わって、だからめっちゃ下ろしてるの新鮮で可愛かった。お姉ちゃんって感じした。下ろすと大人っぽくなるよ。ドラッキーさんありがとうございます。あー、マッシュルとリコリコどっちも気になってて、山田くん、いやー山田くん、いやー、でも女の子は山田くんから見るのもありだと思う。てちゃんの目元と愛ちゃんの目元似てるってね、結構よく言われる。てちゃんのでもおめめ、そらちゃん、そらちゃんね、ララちゃんがめっちゃ好きなんですよ。てちゃんの目と私の目、よく言ってる、よく言ってくれる。ひらばさん会いたい、ありがとう。明日かな。なんかさフェスとかがないし、公演も13日までないし、13だっけ、いつだっけ、悲しいよね、わかる。でリアルで会えるの公演とその時くん。ああ、いい、シーズンさんありがとうございます。ありがたわ。もう見ずに書けるはずよ。ありがたわ、お願い。今日はそうだ、あの天の川を見ようと思ったんだけど、言った？私見れなかったって。シーズンさんありがとうございます。ありがたわ。そっか、大阪で会えるのか。大阪に来れない方はだってまた会えない。涙。13日、いやでも室長公演はきっと1ヶ月に1回はあるはずなんですよ。また次、今月2回もあんの？素晴らしいね。ありがたい、ありがたい。17公演違うか。あ、先月なかったからね。なるほど、あるかな、あったらいいね。おお、2回あるらしいよですって。もうエアコンつけてます、もうずっとつけてます、ごめんなさい、すいません、なんかごめんなさい。エアコンまだ7月最初のなのにエアコンいっぱいつけてごめんなさい。
暑いからごめんなさいめっちゃ環境に悪いんだっけエアコンって。エコなエアコン買いたいわ。平和に自然に謝ってる。自然の皆さん、自然界の皆さんに謝ってる。ごめんなさい、使ってごめんなさい。お手紙書いてくれるのありがとう。第2弾もあるの？今日は風の谷のナウシカがやってた。いや、私の誕生日よりから前ん誕生日より前からエアコンつけてました。いや、私もつけてたかも。ごまかしきれないこの夏の暑さ、わかる。つけちゃうよね。でもつけっぱなしでやると、あの寝るとあれなんですよ。喉が痛くなる、カラカラになっちゃう。ナウシカ終わっちゃったの？ジブリアニメは一番魔女の宅急便とポニョが好き。そうそう、キルタイマーしてる、いつも1キリとか。風邪、喉風邪ひきました。ああ気をつけてよく私もするからあれだけど、トトロも好き、わかる。ポニョ、ソウスケ好き。ポニョ人間になる。なんかめっちゃ初めて、人生において、この19年間の人生において初めて見たのが、映画初めて見た映画がポニョなんです。カンクライさんありがとうございます。ジャスティンさんありがとう。ラッキーさんありがとうございます。うまい？なんかちっちゃい時の俺、アイちゃん好きあれ人間になる。ちっちゃい頃の私がとってもポニョに似ていたらしく、私自身もポニョのぬいぐるみをよく持っていたんです。あのさ、ちっちゃい時って座席が低い、違う、座高が低いから、あのこういう高くできるやつ2個くらい使って、家族で見に行ったの、めっちゃ覚えてる。めっちゃ怖かったの。なんか除草剤撒く人いるじゃん、お父さん、ポニョのお父さん、怖すぎ、泣いたよあれで私そう、めっちゃ泣いたのあれで、怖かった。与田友さんありがとうございます。ワイプさんありがとう。お花ポニョめっちゃ怖いよな。そう、言いない研究所の企画でこうやってやってた時期、あの企画の写真こうやってやってた。中トトロが好きだよ私は。ちっちゃくも大きくもない中トトロ。トトロじゃない、トロ、え、トロロ、え、違う、あ、最近さ自分につぶっちゃうんだよね、おかしいわ。風立ちぬはとてもなんか大きくなってから、ちょっと、え、いつだっけ、ちょっと大きくなってから放送してたから、すごいなんか考えさせられる感じ。美味しそうだね。とろろって美味しいよね。うん、そう。ゲラ好き。僕は中トロが好きです。誰がうまいこと言えって言ったねんな。うん？
確かに中トロは美味しいけど、卵一本、私お寿司で卵、ハム、お肉、イクラ、マグロ、サーモン、お魚あんま食べないかも。しかもさ、あのお皿で出てくる2貫やあのついてるやつだとお腹いっぱいになっちゃうから、お家で頼んだりすると1貫ずつ食べれるじゃん。だからそれだといろんな種類が食べれるんですけど、もうね、回転寿司とか行くと無理、食べれない、全然食べない。サナチーありがとう。寿司好きなんだけどね。アンタロさんありがとう。短冊、アンタロさん会いたい、ありがとう。明日、明後日、今日もアイちゃんの代わりに卵焼き食べてあげました。ちょっとみんなが私の代わりに卵焼きを食べすぎて黄色くならないようにお願いしときます。じゃあ今ちょっとみんな私と同じくらい食べてるよ、だって黄色くなっちゃうよ。ジョンヤさんありがとう。ハート、ハートちゃん、お花、何皿くらい食べれるの？調子がいい時は6、7くらい、普段は4とかかな。パンとかだったら無限に食べれるんですけど、私ご飯が全く入らなくて、そう、でもあんまりおすすめしない。ご飯は腹持ちいいし、ちゃんと食べた方がいいよ。真似しちゃダメ。これは真似しちゃダメ。本当にアイちゃんは黄色くなっちゃってるかも。キュウちゃんありがとう。アイちゃんのレーン黄色くなったら、だってもう黄色くなりそうだよ。もうみんな T シャツ真っ黄色じゃん。だってめちゃ目立つからさ、いいんだけど。違うの、生誕祭の時になんかみんな赤いし黄色いなって思ってたら、生誕 T シャツ着てくれてたんだね。鎌倉パスタのパン食べ放題、うわわかる。パン食べ放題めっちゃ無限に入る。うわ、毎日セブンの焼き卵一パック食べてる。そりゃもう黄色いです、黄色です、黄色信号。食パンにつけるジャム、いちご。私でもバターだけで食べるのが好きで、あのふわふわパンあるじゃん、なんて言うんだっけ、まあ、いっか。なんか二手にふわーってふわーって割れるパン、ふんわりしてるやつ、バター塗ってそれだけで食べるのが好き。18期ちゃんの中で卵飯パンが流行ってるらしいよ。だって仲間じゃん、絶対仲間じゃん。卵焼き協会とか作ろうかな。あ、ピーナッツバターも大好き、わかる。あ、ダブルソフトかも。そうそうそう、あとさ、なんかパン屋さんとかで売ってる美味しいパン全部美味しいんだけど、でも私が一番好きなパンはメロンパンです。小さい時からずっと食べてる。お、30分。1時間経った。早っ。ケセティンさん、ありがとうございます。ブルーベリーも美味しいよね。
メロンパン大好き。メロンパンも好きだし、クリームパンも好き。エアコン初日ですね。今年初日おめでたい。我慢しなくていいのよ。だって暑いんだもん。メロンパン同盟っていうのがあったの。今ならもうみずみんと結成できそう。メロン、おいしいメロンパン見つけると、あ、みずみんってなる。ね、二色パンおいしいよね。わかるよ。あんたろさん、ありがとうございます。おでんでんでんデラックスさん、会いたい。ありがとう。ああ、熱中症も怖い。確かに。卵焼き協会作りたいな。でも18期ちゃんはあれでしょ、蒸しパンが好きなんでしょ。卵焼きじゃないもんね。入ってくれないよ、きっと。アイちゃんが食べるものに影響受けすぎて、あ、じゃあ最近私がよく食べてるお菓子おすすめします。じゃあそれはですね、粒組のマンゴー。もう全人類食べてほしい。あの粒組のマーシュモンとかじゃなくて、本当に美味しい。本当に美味しいから食べてほしい。北さん、ありがとうございます。あんたろさん、ありがとうございます。ハイドさん、ありがとうございます。粒組のマンゴー美味しいですよ。もしかしたらないかもしれないんだけど、最近ね、マンゴー味にハマってて、そう、メールでも書いた気がするんだけど、マンゴーフラペチーノというちょっとおしゃれなものを飲みました。私スタバってあんまり飲まないからさ、あのプレゼントでカードもらったりチケットもらったりして、そのありがとうって思って飲んでるから。おしゃれ、全部おしゃれに見えるスタバ。マリモ、ありがとう。ワイプさん、ありがとうございます。ゴーパブリックさん、会いたい。ありがとう。あ、折り間違えた日でも、まあいっかってなったんよ。折り間違えたんだけど、明日もあるしいっか。そう、飲みながらさ、いい天気だった。いい天気だった。ピュレ組のマンゴー買うね。ちょっとスタバでおすすめあったら皆さん教えてください。このちょっと呪文のように呪文にしか感じられないんですよ、本当に。ええ、ちょっと過ぎちゃった。ピーちゃんに交代しないと。じゃあランキング読みます。明日会えるから。あ、おさなちゃん結婚して待ってます。キャッ。スタバでカスタマイズあまりしないかもしれない。注文全部ちゃんと言うよ。私注文ちゃんと唱えるよ。はい、それではランキング読ませていただきます。13位マリモ、ありがとうございます。12位ゴーパブリックさん、ありがとうございます。11位ネタロウさん、ありがとうございます。10位キューちゃん、おいしい。ありがとうございます。9位ケセティさん、ありがとうございます。ありがとう。8位平場さん、ありがとうございます。
ありがとう。7位与田智さん、ありがとうございます。7、どっちだろう。よし、6位マー君、ありがとうございます。ありがとう。5位トラッキーさん、ありがとうございます。ありがとう。4位ハイドさん、ありがとうございます。3位アンタロさん、ありがとうございます。ありがとう。2位あや、ありがとうございます。ありがとう。いい日になったかい。そして第1位はシーズンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうわ。エアもありがとわ。ありがとう。ありがとうございました。明日会おうね。うん、まうん、ま特集タイム、じゃあ1分でいきます。何がいいかな。みんなが レイヤちゃん泣いてますね。キイちゃん来るかな。ポニョに似てましたね。ねえ、ショールームの時間やばいんだ。これ知ってるよ。今終わろうとしてるじゃん。キイちゃんのためにありがとう。明日ね、おやすみなさい。